こんにちは。はい、おはよう。困ったよ。困った。大変なことが起きたわ。困ったよ。今日何日だ。今日何日だっけ。こんにちは。今日何日だっけな。いやー困ったな。27か。今日は2019年9月の27日16時26分です。よろしくお願いします。いやね困ったわ。とりあえず、まあ今日朝までさ、さっき朝まで枠やってて、で久しぶりに十何時間配信やったのかな。でいや困った困った。いやすげえ困ったな。でまあ起きて、で DM とか LINE とか、まあ、リスナーさんからたくさん来てて、で DM とか LINE たくさん来てて、いや困ったな。いやどうしよう。まあいいかな。髪型いい感じ。で、いやー困った。はいこんにちは。はいこんにちは。いやー困ったな。困ったな。ちょっとこれ話せる状況じゃないか。困ったけど、ちょっとみんなに話せる状況じゃねえな。困ったな。どうすっかな。困ったな。
なんだこれ、ギャラリーか、ハンドメイドギャラ、あ、就労支援か。おでこピアス入れた。おでこピアス入ってる。ほくろじゃない。いや、今回どこに向かってるかは、今回困った件と密接にリンクしてるね。俺がどう困ってるのかと俺がどこに向かってるのかは密接にリンクしてるわ。困ったね。これ埋め込んでるね。埋め込んでる。ピアスだよこれ。痛くない。ピアス、ピアス埋め込んでる。猫のブラックオパールだから。ブラックオパール、カメムシじゃないから。20代の女の子にめちゃくちゃこれつけてからモッテモテになるから。これつけると20代の子に、原宿で今流行ってるから。メスで切って皮膚の中に埋めた。ハリーとかはないよ。プレートを埋め込んだインプラント、交換するとき交換できない。一生もの、一生もの。インプラントだ、インプラント。ピアスは外れない。半年ぐらい経つと上の部分交換できるけど穴が開いてる。困ったね。原宿で流行ってる。ファッションリーダーだから、いや困ったな。困ったな。マイクロダーマル、マイクロダーマル。会いたかった。来てくれてありがとう。いや俺あれだから、服見るときは原宿見てるから。服見るときは原宿回るから俺。買うときはユニクロだけど。困ったな。竹下通り竹下通り、竹下通りしか知らない。裏原とかよく分かんないから、フォローありがとう。フォローありがとう。怒ってんのか。もしかしてみんな怒ってんのか。
か、追ってたのか。追ってたか。ありがとう、バーガーありがとう、バーガーありがとう。バーガーナイス。ケン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 、どうしたんだよ。うわ、駄菓子屋だ。あ、ペットショップだ。全然違えわ。腹立つわ。いや、そろそろじゃあ本題に入るか。そろそろ本題に入るか。そろそろ。そろそろ本題に入るか。本題に入るのやめようかな。本題に入るのやめようかな。後でにしようかな。やめるわ。うん、わかった。本題に入らない。わかった。やめよう。やめる。やめだ。やめだ。本題はやめとこ。やめよう。やめよう。本題やめよう。本題はやめる。やめようね、うん、聞きたいの？聞きたいの？166号さん本当に聞きたいの？166号さん聞きたい？聞きたい？うん、いや嬉しいな。いやね、実はすげえ困ったことになってんだよね、すげえ困ってるんだよね。すげえ困ってる。どうしたらいいか分かんないんだよね。で、みんなに、ぜひみんなに助けてもらおうかなと思って。いや、ちょっと俺の体の問題だね、これは。体の問題。アーティスト活動頑張ってください。ありがとう。応援ありがとうございます。うん。ありがとう。アーティスト活動頑張ります。どうしようかな。
いやでもこんなとこで言うことじゃないか。俺も大人になんねえとな。そんなみんなが見てる前で言うことじゃなかったわ。よくよく考えた。やめとくわ。そうだな、やめとこうな。やめよう。ごめん、言いそうになってた。ごめんね、ありがとう。やめよう。やめよう。やめとこうね。秘密って大事だよね。秘密って大事だ。あ、いのりさんいらっしゃい。ちょっとね、秘密も大事だよね。あ、ただいま。やめようね、綾乃ちゃんね。やめた方がいいこともあるよね。すげえ困ってるけど、すげえ困ってるけどやめよう。一人じゃ解決できそうもないね、正直言うとね。一人じゃ解決できそうもないね。待っている、そうだね。ミステリアスな男は素敵だよね。ありがとう、ありがとう。ミステリアスな男は素敵だよね。ああ、ありがとう。ムーちょっと待たせてごめんね、帰ってきて。あれ、俺間違えてんな。ここどこだ、ここどこだ。まあいっか、素敵、ありがとう、ありがとう。病気は病気だね、病気は病気だね。これ普段着、俺服買うとき原宿で服見ることにしてるから。服買うとき必ず原宿歩くから。買うときじゃなくて服見に行くときね。服は原宿で見てる。 ありがとう、いのりさん元気出すよ。ありがとうね、アイテムありがとうね、ありがとう。これザラだけどね。先輩が言ってた、成田の中学校の先輩が言ってた、原宿行くとモテるよって。原宿で服買うとすげえモテるよって言ってた。ありがとう、未来さん。いや、竹下通りうろうろしてるだけだよ。怖くて入れないから、遠くから見てるだけ。店の前とかめっちゃ見てる。店の入り口のところでたまに服触ったりするけど、店員さんが来たらすぐ逃げる。うん、ただいま、未来さん、ありがとう。面白いよね、竹下通り一番面白いよね。竹下通りよく行くから、嘘じゃねえから。竹下通りめちゃめちゃ行くわ。オムライス食べて帰るんだ、いつも。クリームオムライス食べて、みんなで竹下通り行こうね。鼻くそじゃない、ピアス。鼻くそじゃない、ピアス、ピアス。
何そんなに悔しいの、俺が花火もらってるのが。君たちアンチは、お前ら花火上がるといつも発狂するよな。俺にファンがいるのがそんなに悔しいの。俺にファンがいるのが。アンチ発狂中じゃん。お前らアイテムもらうとすぐ発狂するじゃん。なんなん、なんなん、ほんと。そういうところダメなんだよ。自演なんてやったことねえわ。自演なんか一回もやったことねえ。ぐねぬ。神は自分でかっこいいと思ってますか。俺のことかっこいいと思ってくれる人1。はい、見てる人、俺のことかっこいいと思ってるやつ1。3人ぐらいありがとう。3人ぐらいありがとね。穴開いてないほら。穴開いてない。穴一切開いてない。埋め込んでる。ブラックオパール入れたから。ブラックオパール。ブラックオパールだから。ブラックオパール。ブラックオパール入れたよ。じゃあ皆さん延長するんでアイテムお願いします。延長するんでアイテム花火お願いします。皆さん延長しますよ。ファンの皆さん、アイテム花火お願いします。延長します。延長しました。ありがとうございます。あ、そうだ、困った話してなかったじゃん。困った話する？困った話忘れてたわ。いやほら、俺目悪いの知ってる？俺が目悪いの知ってる？みんな
が目悪いの知ってる？いやまあみんなは俺が目悪いの知ってると思うんだけど、あのコンタクトレンズってどう？ね、そろそろコンタクトレンズ行こうかなと思ってんだけど、どう？どう？怖くない？実際どう？コンタクトの方が絶対いい？コンタクト疲れるの？あーちょっと待ってね、俺今来た人のためにもう一回言うけど、みんな俺が目悪いの知ってる？いやごめん、今来た人もいるから、ごめん、あの俺が目悪いの知ってる？みんなねえ、ずっとメガネだったんだけど、コンタクトどう？めっちゃ変わる？メガネとコンタクトどっちがいいの？メガネとコンタクトは、コンタクトダメなの？俺今メガネつけてんだけど、どっちがいいんだろう？なんでやめた方がいいの？メガネ似合う？メガネの方がいいの？え、なんで？理由は？え、コンタクトってダメなの？いや、ハードとかソフトとかもよくわかんないんだよね。疲れるの？目って。視力は上がるんだ。よくないの？コンタクトってマジか。じゃあコンタクトにするわ。ありがとう、参考になったわ。じゃあちょっとコンタクト買いに行ってくるね。ありがとう。ソフトね、ソフトね。はい。